はい。イワピュアラブです。2チャンネルの都市伝説として語られているサメ島事件が武田玲奈さん主演で映画になるということで話題になっていました。都市伝説として語られているサメ島事件の真相は CIA イルミナティによる 暴虐事件です。サメ島事件は CIA ・イルミナティのエージェントである小泉政権のスキャンダルを潰すために CIA による公安内閣情報調査室などを使った情報捜査事件だったのです。サメ島事件が2チャンネルに 初めて登場したのは2002年5月のことでした。サメ島事件が初登場する前月に小泉政権が誕生していました。小泉純一郎さんの父親の純也さんは無雇養子で小泉家の人間ではありませんでした。 小泉淳也さんの本名、通名はサメ島淳也さんといい、鹿児島県加瀬田にあった朝鮮人の人たちが多く住む町の出身でした。小泉淳也さんの学校の卒業名簿には朝鮮名が書かれていたそうです。また、朝鮮総連ビルの 入札に参加して、北朝鮮に多額の資金援助をしようとしていた、斎徳寺の僧侶、池口警官さんは、本名を鮫島正澄さんといい、小泉淳也さん、小泉淳一郎さんとは、おい、親戚にあたります。また、小泉淳也さんの出身地の、鹿児島県加瀬田は、 田伏村とも呼ばれていて、山口県の田伏町の佐藤栄作総理、岸信介総理、安倍晋三総理たちと同じ一族だと言われています。これらは別名、田伏システムとも呼ばれていますね。小泉純一郎さんが北朝鮮に包丁して、 キム・ジョン・イルさんと会談した時の休憩時間に、キム・ジョン・イルさんから、小泉さんは、小泉さんのお父さんのジュンヤさんは北朝鮮の人だよね、と話しかけられたそうです。小泉さんも、キム・ジョン・イルさんも、同じ CIA、イルミナティのエージェントで、実は、めちゃくちゃ親しいそうです。 小泉さんもね、安倍さんも CIA のエージェントで、キム・イルソンさん、キム・ジョン・イルさんとかね、キム・ジョンナムさんとか、あの辺の人たちもみんな CIA のエージェントなので、実はめちゃめちゃ親しいという話ですねうん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。